連合、元帥金、活金の3団体は2005年から5年に一度開催される NPT 再検討会議に合わせて核兵器廃絶を求める署名活動を行い、世界で唯一の戦争被爆国である私たちの核兵器のない世界を作りたいという願いを日本国政府と国連に届けてきました。2020年4月に開催予定であった2020NPT 再検討会議に向けても核兵器廃絶1000万署名運動を展開。そして今年2021年1月、核兵器禁止条約が発効しました。今一度その歩みを振り返り、核兵器廃絶と恒久平和への思いを共有したいと思います。2019平和行動 in 広島長崎において、核兵器廃絶1000万署名に向けてキックオフとなるシンポジウムを連合、元帥金、活金の3団体の主催で開催しました。連合、元帥金、活金の3団体が核兵器廃絶への思いを共有したのです。以降私たちは署名運動を展開。連合では本部、構成組織、地方連合会がそれぞれ組織内、さらには街頭での署名運動を実施しました。また国際労働組合総連合 ITUC と連携するとともに、オンライン署名 change.org も活用し幅広く展開しました。1000万署名運動を進めていた2020年1月、新型コロナウイルスが日本国内でも流行の兆しを見せ始めました。世界各地で感染拡大が続き、4月にニューヨークでの開催が予定されていた 2020NPT 再検討会議も延期となったのです。平和でなければ私たちが大切にしている日々のすべての営みは成り立ちません。 So let us never forget. Let us repeat never again. 皆さんの愛する人、大切なものが一瞬にして奪われることを想像してみてください。私たちのこれまでの運動に誇りと確信を持ち合いながら、全国世界の仲間と共に行動すれば、この地球上から核兵器は必ずなくせる、そのことを確認し合いたいと思います。核兵器廃絶を求める署名の最終集約は824万筆を超えました。連合、元帥金、活金の3団体は2020年8月に長崎の地で国連に、同年12月に日本国政府に署名を提出しました。2017年7月に国連で採択された核兵器禁止条約が2021年1月に発効しました。核兵器をめぐる情勢が複雑さと不透明さを増していることへの危機感と、核兵器廃絶を求める強い意志が実を結んだのです。私たちはこれからも核兵器の廃絶、恒久平和の実現を目指し、核兵器禁止条約の発効を機に、連合、元帥金、活金の連携をより一層深め、力強く運動を展開していきます。